はい、本日紹介する中古サーフボードは、紫スポーツでは当店のみの取り扱いになっているザナドゥサーフボード、自分も今乗らせていただいているザナドゥサーフボードから、スモールウェーブからミッドウェーブまで幅広いコンディションで使えるモスカというモデルを、入荷したのでご紹介させていただきます。サイズの方が5、7、ハーフで、ボリュームが25リッターと、大体に、体重が60キロから70キロいかないぐらいの方、中上級者の方のスモールウェーブ用、初中級者のステップアップボードに、変わる板になってますので、比較的使いやすい、乗りやすい板になってます。で、状態の方が、デッキに少しフットマークがあるのと、黄ばみもそこまで多くはなく、ボトムも、綺麗な状態で少しへこみ等が見受けられるぐらいなので、全然普通に使用できる状態となってます。リペア痕、リペア必要な傷とかはないので、このままご使用いただくことができる状態になってます。お値段の方はこちら、7万9000円と少しちょっと高いものになってしまうんですが、ぜひ一度乗っていただくと、癖になるような乗りやすい板になってますので、はい、ぜひ気になる方はご連絡いただければなと思います。で、またザナドゥサーフボードは、紫スポーツでは冒頭でも説明したんですけども、当店のみの取り扱いになっておりまして、何かご質問等あれば僕に言っていただく、僕もしくはサーフ担当の、担当にお声掛けいただければ、詳しくご説明できますので、何かあればそちらの方でもご連絡いただければなと思います。ありがとうございました。